えー、藤原うま子さん、おはようございます。かぶくん、お疲れ様です。三原舞ちゃん、ショックですよね。大丈夫かなうま子も三原さんはとっても好きです。大好きです。あの、細くてしなやかな体に、えー、優しい笑顔の三原さん、うちに秘めた情熱は誰にも負けません。しっかり治してオリンピックを目指してほしいですよね。えーほ、今日は時間があったんで、かぶくんの 6から9年前の陸上フィリアええ公開練習を見ていました。どれも素敵でした。戦場のメリークリスマンスを見て感激してしまいました。うるうるでした、うん。ちょうど三原さんを思っていたところでした。三原さんの怪我が早く良くなりますようにお祈りしていますえ。カブ君毎日ありがとう。またね、あの、陸上フィリアの動画振り返りありがとうございます。あの、僕も懐かしかったですね。陸上フィリアも初めて 多分もう15年ぐらい経ってるかと思うんですけど、あのー、なんかいろいろ思い出が出てきましたね。先祖のエメリークリスマスもなんか、あれも懐かしいですね。うん。はい。というわけで、いちゃん、元気になってほしいですね。うん。えー、パンダ、えー、かぶくんこんばんは、パンダあさりです。よろしくお願いします。舞ちゃんの欠場。 ショックだけど、それ以上に今の状態が気になりますで。日本まで回復しますように。もちろん回復するまでずっと待ってますよ。焦らずに直してね、えー。周回遅れだけど、GS フランス大会の感想を少しだけ。この週末は野球の日本シリーズもあり、私は阪神ファンで、 日本一になりましたよ。他の予定もありでしたが、夜中にリアタイでしっかり見ていました。でもこちらにコメントする余力がなくて、移動時間に株君テレビを見ながら、皆様のコメントに嘘、うそう、そうそう、だよねって同意をしていました。駅島で見て一つだけコメントをするならば、今ののウェルテル素晴らしかった、うん。以前、どなたかがミランの五輪用のプロじゃないかとコメントをされてたんですが、私も同意です。 このプロ、ユマンスの良さが、すごく引き出されていますよね。スケーティングの雄大さに目がくぎ付けになりました。き死の滑走順が1位のアダム。 1>, 1位のアダムから2位のイリアからの3位のユマチとなっていたけれど、この3人は誰がどの順番で出てきても違和感がない。3人とも優勝者の風格がありますね。アダムは確か,に確かに身体能力、表現力を兼ね備えた素晴らしい選手だけど、息して言うならばユマチが圧倒していたように感じました。空気を操っているような素晴らしい演技でした。生で見たいと心から思いました。 うん、中国大会での、昭和くん VS アダム。アダムは連戦で、時差も大きいから、昭和くんが有利かな ?NHK 杯の昭あ VS リマーチ。二人とも、ノーミーしていい演技を期待。GS 後半戦も目が離せませんね。どうかこれ以上怪我人が増えませんように。うん、怪我をしてる方は本当に多いですからね。あの、狩山さんのこのオペラを選択したってのは非常に、あの、嬉しいですね。あの僕も。 マリニンさんが確かね、あの、ユマチもしかしたら、あの、オリンピックで演じるんじゃないかっていう話がね、あったかと思うんですけど、あの、本当にミラノオリンピックでやるんだったら、すごくやっぱ合ってるなって僕も感じます。あの、なんかこう、オペラ、ユマチのあの職人技のスケーティングにオペラを融合するっていうのは、すごいこう、なんていうのかな、ユマくんの、なんかこう、 秘めている何かを引き出すような、そういう感じがあって、これまでは、もうスケート職人っていう感じで、足技とかね、そういうのがあったかなと思うんですが、オペラを融合させるっていうのは、これはすごく、さらにいい、といい、その、スケートを引き立てることができるなって思うので、このコンビネーションはさすがだなと思いますね。うん。オリンピックで演じてほしいですよ、本当に。うん。はい。では、フィリアカの話はここまでなんですが、もうちょっとだけ。 お話しします。はい。ヘンドリックスと、あの、ピンザローネがですね、あの、ベルギー、まあ、欧州の中でベルギーすごい強くなってるということで、あの、ベルギーで特集されてました。あの、なぜベルギーフィギュアがこんなに強くなってんだと、この二人に焦点を当てて、あの、語り始めてますね。うん。はい。あの、<laughs> それだけなんですけども、なんか、うん。 なぜこの二人が、そしてなぜベルギーがこんな強い選手を生むのかという、そういうね、お話でございましたね。うん